野球版、野球版、英語、ベースボール、ピンボールは、野球を題材とした、ボードゲーム。同様のものは、戦前から存在していたが、エポック社が1958年、昭和33年に発売したものなどがよく知れている。ここでは特に断りのない限り、エポック社製のものを中心に記述する。長期間にわたり、徐々に機能が追加された。 新製品が発売されている。以下は、その代表的なものの説明である。ボードの上に、野球のグラウンドがしつらえてある。球はパチンコ玉に似ており、ピッチャーの位置にある装置に装填すると、バックスクリーンの裏にあるレバーで、投球できる。投げられた球は、盤上を転がる。ホームベース手前には、磁石が仕込まれており、カーブシュートを投げ分けられる。攻撃側は、 左右どちらかの打席の穴にバットをはめ込んだ後、バットをひねって構えに入るバネがあり、いっぱいに回すと固定される仕掛け。球が投げられたら、スイッチを操作して、バネを解放し、バットを回転させる。タイミングが合えば、球は内外野に転がっていく。打球が、野手の位置に設けられた穴に落ちればアウト、穴に落ちることなく、フェアゾーン内で打球が止まれば、ヒットとなる。また、 外野フェンス際にも各種の穴、アウト、一塁打、二塁打、三塁打、本塁打があり、打球が本塁打の穴に入れば、当然、ホームランとなる。そして実際の野球と同様、打球がノーバウンドでフェンスを越えて、観客席内に入った、または場外に出た場合は、ホームラン、バウンドして、観客席、場外に達した場合は、エンタイトルツーベース、二塁打となる。 追加された機能の代表的なものとして消える魔球がある。1971年昭和46年漫画巨人の星の人気に合わせホームプレート直前にある部分が下がって穴が開くことにより消える魔球を再現できる機能が追加された B 型が発売された。しかし守備側に消える魔球を使われると攻撃側は絶対に打てないため 取扱説明書では消える魔球はボール球として扱われ、打者が見送ればボールになると定められている。タイミングによっては穴に落ちる直前にバットの先に引っかかるように当たることがあり、跳ね上がって咲く声になることも多かった。稀にボールが穴とバットに挟まれることもあった。当時の CM キャラクターは大村コンで消える魔球を面白楽しく宣伝していた。また、 ノモヒデオがメジャーリーグで活躍するようになった1996年後に発売されたシリーズではフォークボール機能という名称が使われている。近年では消える魔球の反対に穴が盛り上がってボールを飛び跳ねさせ空振りさせる新魔球、雷神球が搭載されている ACE。この後実際の野球場が変化するに従ってグリーン部分に 人工芝が貼られた人工芝全体に透明カバーがはめられたドーム球場と仕様が変更されて発売されている。またこの野球版ゲームの成功がその後開発されたサッカー、アイスホッケーなどのスポーツボードゲームにも活かされている。またボールが鉄製のものとそうでないものの2種類あり、前述の変化球が不可能であるボールも存在した。 そちらの方が軽いため、急速は速くなる。2007年には、アーケード版が発売された。エレメカとして、アナログのギミックをそのままに楽しめる。一人プレイでは、攻撃のみをプレイし、投球は CPU が行う。二人プレイ時は、チェンジの際に、ダイヤモンド部分が半回転し、常に正しい方向を向くようになっている。もちろん、消える魔球も、使用可能。 回数制限あり、ゲーム中の操作はすべてボタンで行える。通常の投球方法は、レバーを引いてから離すことにより行われるが、離すと同時に押さえていない方の手でレバーを引くことにより、スケールスピードで、時速150キロ超え相当の高速球を投げらる。これをされると、攻撃側は投げたと同時に、バットのボタンを押さないと、スイングが間に合わない。また、 レバーを離すのでなく、押し出すことで、引く球と比較して、チェンジアップ的な速度の投球も可能である。エポック社のビッグエッグ野球番と、野球番プロについてはバッティングが、レバー方式となっており、通常はレバーを引くことにより、バッティングができるが、打つ時に力を入れて、レバーを前に押し返すと、会心の当たりが打てる。消える、魔球機能で、ボールが坂を折りかけたところで、 レバーを引いて勢いよく戻すとホップする。ホップが高すぎるとバックネット側を飛び越えてしまうが、この場合はボールやワイルドピッチとして扱うローカルルールが存在する。逆にホップが低いとバットに当てられてしまうが、打球が浮くためあたりによってはスタンド入りや場外ホームランになってしまうことがある。また、ボールをとても遅くカーブさせながら投げると、ボールが壁に当たり跳ね返ってくる。 これを応用すれば、ストライクゾーンに投げられる。公式ルールとしては扱えないが、極めて遅い投球をした後、変化球動作のためのマグネットを小刻みに動かすことで一塁、三塁へ球を引くことで、牽制球ができる。過去に、実在の日本の球団、球場、あるいは選手とのコラボレーションによる野球版が実在した。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。